はい、大森林からこんにちは、コインでございます。今日も100英雄伝ライジング続きからやっていきたいと思います。で、今回、命を張る理由ということで大森林で盗賊の手がかりを調べるということで、ね、やっていきたいと思います。盗賊ではね、なんかちょっと幅利かせてるらしいんで、もうさっさと潰しちゃいましょうっていうお話ですね。で、向かうべき先なんですけど、とりあえず下だ、ヘルハウンドの方だね。まあ、とりあえずね、なんか採掘で採集をしながらね、進んでいきたいと思いますんでね、ちょっとお待ちくださいね。やっぱりアイテムはね、いくらあっても困りませんから、しっかり集めていきましょう。あ、これ罠を仕掛けて、これヘルハウンドを捕まえるやつだ。罠を仕掛けた。オッケーオッケーオッケー。で、ここにも普通に仕掛けると。で、ヘルハウンドさんは普通に倒しちゃうよと。はい。柔らかふにゃふにゃってん。じゃあこの先が目的地だね。この先だ。お、ムービー入りましたな。わ、めっちゃ天幕あるじゃん。完全にここだよ。焚き火の跡だ。どうやらここが盗賊どもの野営地みたいだな。このテントの数結構な人数だぞ。出払っているだが、どうする？そこの高台の茂みに隠れて様子を見よう。あの、数をね、まずは把握しないとね。おお背景にいるというだけでなんか不思議な感じがする。ガルー、あん、礼を言っていなかった。酒場ではありがとう。どうした、やぶから棒に。励ましてくれただろう？ん？くれたんだろう？私の罪は罪だが、それだけじゃないと分かって少し救われた気がした。遺跡の発掘による町の復興政策を実施しなければ。お前や CJ、極東や商人たち、協力してくれる冒険者たちに出会えなかった。おい、よせ、むずがい。俺は事実を言っただけだ。買いかぶりすぎ。来たぞ。来たぞ。おしゃべりはここまでだ。来たぞ。あー、結構いるやん。ボスみたいなのがいいのかな、やっぱり。突っ込む？来た、レンズ盗賊団だ。おい、100人はいるぞ。あれか、あの人数かける10って考えたらいいのか。バカな、まるで軍隊じゃないか。不意打ちしてやって。マジで100人やぞ。どうすんねん、無茶言うな。あれだけの人数と3人で戦う気か。1人33人、超頑張ればなんとか。無理だ。要は町から追い払えりゃいいんだろ。それはそうだが、無理にやり合う必要はねえ。俺が話をつけてきてやる。ええ、どういうこと。は、何言ってんだガル、気でも違ったか。ああ、話を通じる相手じゃない。まあ見てな、俺に策がある。マジで？策ってどんな？とやかく言わずに隠れてな。細工は流々、仕上げをご覧じろだ。ほう、かっこいいな。ちょ、ガルほら、警戒されてんぞ。言わんこっちゃない。行くぞ、医者。待て、CJ。様子が変だ。え？何したの？何したん？ちょっとさ。え？どういうこと？行ってしまった。どんな手品使ったんだ？あいつらに何を言ったんだ？医者が辺境博に要請した討伐隊がもうすぐ町へやってくるって吹かしてやっただけだ。証拠もなくそんな嘘を信じたのか？奴らが引き上げてくのを見ただろ？しかし、デカシャガル、たとえ嘘でも時間が稼げれば十分だ。
盗賊団が戻ってくる前に巨大魔導レンズを見つけて、私がそれを町から持ち去ればいい、持ち出せばいい。なるほどね。そうすりゃあいつら目の色変えて私を追いかけてくる。それではお前が危ないじゃないか。元よりどでかいレンズを探しに来たんだ。それに町のみんなが危ない目に遭うよりはマシだろ。いいやつだな CJ お前。商売柄ああいう手相手の追いかけっこには慣れてるし、大丈夫大丈夫。軽く言うね。そうと決まりゃ早いとこ極東に知らせて巨大魔導レンズ探しに行こうぜ。戻ろうぜ。そうだな、よそ者横丁へ戻ろう。でもほんとさらっと終わっちゃったな。あ、もうキャンプもないわ。じゃあ街戻ろうか、とりあえずね。お先行っても確かあれ、なんだっけ、魔力界があって先進めないから、どっちにしろ戻るしかないんだよね。お、話は決まったから戻りましょう。あ、ヘルバウンド入手したね。ほら取ってきたぞヘルハウンド。取れたよヘルハウンド。やってみたら結構楽しかった。何、くそ、俺ももっと大きいの取ってやる。ほう、頑張ってくれや。スタンプ押してもらった。経験値1250、レベルアップありがたい。よし、じゃあ極東に報告しに行こう。極東待たせたな。追っ払ってきたぞ。なんとか。おお、3人とも無事なようだな。レンズ盗賊団は追い払えたか。うん、しばらく戻ってこないと思う。そいつは大助かりだ。さあスタンプだ、デコに押すか。スタンプカードにお願いします。で、どうやって追っ払ったんだ。ほう、なかなか考えたな。でしょ、ガル頭いいんだ。え、ユーゴお前盗賊団違うか、ガルのくせにって思っただろう。はっはっは、違いねえ。お前俺のことバカだと思ってんだろう。まあその点に関してはお互い様か。だってのみそまで筋肉だろ、違うのか。ひでえな、お前だけは入れたくねえわ。とにかくよかった、店主たちもこれで安心して商売ができるぜ。だといいがな。なんだよその憂い顔は。ユーゴさんよ、なんかなんだ、気を緩めすぎて寝首をかかれないよう気をつけな。ご心配ご無用。ち、いちいち嫌味な野郎だ。おい、盗賊どもが戻ってくる前に巨大魔導レンズとイーシャの親父を見つけるんだろ。でもその前にあの幻想界を壊さないと、それには雷のルーンが必要だよ。お、そいつはちょうどいい。雷のルーンなら持ってるぜ。お礼代わりだ、取っときな。極東やるじゃん。本当に助かるよ。グズグズしてる暇はねえ。早いとこ宝探しに戻ろう。うん、雪山へ行って探索を続けよう。おお、ありがてえ。スタンプ押してもらったい。500クエストクリア。で、レベルアップか。はい、レベルアップ来ない。ユーゴ消えちまったぜ。なんか怪しいな、気になるぜ。じゃ、とりあえずイーシャに雷のやつをつけよう。へへ、とりあえず大神に戻ってきちゃった。で、あの雷のルーンが手に入ったから、雷のルーンで壊せる魔力界をとりあえず壊してね、行けなかったところ行ってみようかなっていうツアーをちょっと計画しております。で、とりあえず、まずここですね。大森林。ヘルハウンドの先のところ、多分行けるようになってると思うんでね。行ってみましょう。よし、来たー。これでぶち壊せると。いいですね。さあ、先行こうか。来ました、お口ということで。はい、はい。敵は変わりなさそうだね。レベルいくつだった今。25か。適正かもしかして。意外と適正なとこだったの。はい、はい、はい、はい。いや、勝て。勝てえわ。キノコはいただきます。アイテムはやっぱり大森林のままだね。敵も強くなってはいるけど、
特に嫌なモーションが増えてるとかないから、僕にあるのはアイテムだけっぽい気がするねこれはね。うわあ、33だってこれダメだね、この先はいけんから、この上のアイテムだけか。はいはい、よいしょ、はい、よいしょ。あー、連携取ってもこの程度か、硬いな。はいはいはい、はい、よし、 OK。 で、アイテムゲット。はい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 、おーおーおー、暴走してる。よいしょ、おしまいやで。はい、入った。で、これはどっちだ、こっちの方がいいんかな。あー、なるほど、こっちに繋がってくるのか。あ、わかったぞ。そう、釣り場の上のところ、これだ。ここが開けるようになると。秘書のペンダントレベル2、あ、装備更新しよう。よし、じゃあさらに奥へ進んでいきましょい。でもこんなにこれマジでそろそろ終わりそうだな。特にさ、何もなさそう何もなさそう、この先アイテム回収でしょ。この上は興味ない。はい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 、よいしょよいしょ、 OK、 片付けた。あ、いや、いけるなあ、普通に先進めるじゃん。え、大森林踏破。あ、ここじゃあ一番奥だ。おっとっとっと、ちょ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 、はい、届かない。よいしょよいしょ、いって、これん、てか、よいしょ、オッケー。あ、そうか、倒して、ちょちょ、お前らよくもやってくれてるな。よしよし、オッケー。敵の数が減らないと思ったら減ってるわ、ちゃんと。よいしょ、はいはい、よいしょ、ドッカンコ、よし、ふう、はいはいはい。あ、終わったか、オッケー。まったく、まだ盗賊団逃げ帰ってなかったのか。ルーのかけらだ。でも金がないんじゃない、金が。会社のペンダントレベル3か。これはありがたい。よし、じゃあ戻ろう。次はどっかだどっか行って、どっか行けるとこあった気がするけど思い出せん。さて、今度は採掘場まで来ました。多分行けるルート増えてると思うんだよね。まあ、とりあえず先進んでみましょい。はい、まず1箇所目、おいしょー、ぶち壊した。で、普通にこの先進めば OK か。よいしょ、はいよ、はいはい、今日いいね。攻撃力が低いけど連続で当たる、面白いですね。よいしょ、ああ、なるほど。よいしょよいしょ、いや、てめえら、はてえな。よいしょ、はいはい、よいしょよいしょ。ああ、これは面白い。よいしょ、ふう。でもあの毒ガスは厄介だな、やっぱり毒ガスは厄介やぞ。よいしょ、はいはい、おやすみみんな。お、これは下、下か。毒ガス吹き出てるとこ先っぽいな。あるあるある、あれだ。
オープン。上がオープン。で、罠を仕掛けて。出る前行きたい。よし。よしよしよし。完璧です。で、これを開けると。そうする。オープンだとは、開ける。ヒールポーションレベル3、ありがたい。見えない。見えない見えない。見えない見えない。ずるいぞ。ずるいぞ。壁使ってやるのは。そういう作戦なんだろうけど、僕はそういうの許しませんから。ふう、はい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 、痛いだけだったな。それでは私は倒せん。よし、この先に行くことによって新しいルート、ずっと新しいルートだ。いいね。オッケーオッケー。やっぱりちょっと今のところ適正レベルでちゃんといけてる感じがするぞ。はいDJ なんだろうな。これ下にも行けるし上にも行けると。とりあえず痛えな。おっと、上を行ってから下にするか。これ行ける？あー難しいね。あー行けないわ、行けないわ。なるほどね。そしたらとりあえず下、なんでただの毒ガスだった。ただの毒ガスゾーン。そしたらあれは多分ショートカットだから、え、ああガルーか。オッケーオッケー、オッケー。まったくガルー様のお手を煩わされるんじゃないよ。これが罠を仕掛ける。はい。これが、ああ、銅鉱石ね。採掘場。ああ、ショートカットか。オッケーオッケー。はいはい。よし、オッケーオッケー。ああ、なるほどね。こういう感じで繋がるわけだ。じゃあ戻ろう。よしよし、いいね、いいね。やっぱり移動できるとこがかなり増えてきてる。あ、上行きてー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。痛い。はい。はい。よいしょ。よいしょ。おしまいかね？おしまいだね。お疲れ様。よいしょ。はい。はい。ん？これはどこだ？ああ、あったっけ？あったっけ？ああ、なんかあったんだな。よろしいですね。これ壊せないのかな？壊せない、壊せない。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。壊せたらすげえ楽だと思ったけど、さすがに無理だったね。よし、で。よいしょ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 。オッケー。ここは違うところか。どこにあるんだろう。この先にあるかな。あるある、あるあるレバーですね。よし、じゃあ先進もう。いや、いいね、いいな。これ採用だとなると敵がいて宝箱はいっぱいって感じか。違います、違います、違うかもしれない。はい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 。よいしょ。あ、これ上、え、上行けない。あれ、あれじゃないか。さすがに。いや、なんか行けそうな気が。あ、ダメか。ガツッて引っ掛けて上行けるかと思ったんだけどな。罠を仕掛ける。はいはい。あー、なるほど。もうこれは別ルートから上行くしかないんだ。オッケーオッケー。そしたらこれこう行って、こっち側ってことやな。オッケー。え、結構アスレチックになってるね。これはいけた。あ、これで反対側か。よし、オッケー。やる必要なかったね。いい車に変える必要なかったわ。はあ、あの奥に行けるようにするのが目的か。よしよし、オッケー。
外と今の段階でもいける。よいしょ、甘いぜ。よいしょ、だからどこいただきます。トパーズ、君たち、君たちよくないぞ。オッケー、取りに行きたいところだけど、ちょっと待ってね。はいはい、これは下に戻るだけか。あ、でも下降りないとダメだ。オッケーオッケー。そしたらこれで、よいしょ。オッケー。で、飛んで、ちょっと今 CJ で手抜いたな。二段ジャンプできるとこしなかったわ。よし、これで奥にある。こいつら全部回収できるだろう。せいぜいいいアイテム出してくれな。ルーのかけら。オッケー。したらこれで終わりかな。そうだね、戻って、あの先は確か火だった気がするな。一応見るだけ見てくるか。うん。ちょっと先進んで、もし火のルーンじゃなければ、先覗いていきましょう。はーい、火でした。というわけで戻りましょう。先進もう、雪山の先へね。あれ、イベントが生えてるぞ。ちょっと回収してきますか。CG か、ベルトランを見かけんかったか。見てないけどどうしたの。頼まれてた剣が完成してな。見かけたらわしが探してたと伝えてくれ。わかった、探してみるよ。どこにいるんだろう、ベルトラン。あ、あれ普通にいるやん。おい、タータラさん探す気ないやん。店の前にいるんだけど、普通に。ここにいたんだ。ベルトランのことをタータラが探してたよ。おう、ということは完成しましたか。さすがはタータラだの。すぐ取りに行くと伝えてくれませんかな。準備をしなくては。わかったけど、お店にある剣じゃダメなの。すまぬが忙しいのでな。説明している暇はありもうさん。へえ、どういうこと。タータラ言ってきた。すぐ取りに来るってさ。ねえ、一体何のための剣なの。それがよくわからんが、先日年代物の剣を持ち込めよってな。どうも近々決闘があるらしい。昔剣士をしてたって聞いたけど、本当だったんだ。大した技物だったぞ。おかげで鍛冶屋として勉強になった。ほれ、例のスタンプだ。ありがとうございます。金もくれる。おお、鍛冶屋が進化した。うわー、これあれマックスじゃない、この感じ。弟子さん、お弟子さんがいるもん。お弟子さんっていうか、お弟子さん大工じゃねえの、あの人。気のせいかな。オッケーオッケー。するって言うと、防御とか変化したんかな。ああ、何も変化ねえわ。ちょっと8000くらい溜まったから、装備更新しよう。ああ、まだ早いってことね。防具はいけるな。いやー、でも金がやっぱ足りん。2人しか。とりあえずハンタースーツ、ステップの移動距離。これで大丈夫でしょ。うん、ステップの距離を長くしてもらおう。ハンタースーツをやって、あとはタータラさんに武器とか鍛えてもらって終わりにしよう。5000あるから多少強くなるはず。よし、武器も鍛えたから、新エリア、向かいましょうか。おっと、連絡が来た。いやー、見てくれ。めちゃくちゃ住民クエスト増えてるわ。ちょっとこれやってくか。金欲しいしね。スタンプ、あ、2000パッカー、1500パッカー。OK。 じゃあちょっとやってくるわ。あーばー、どうもどうも。ねえねえ、お姉ちゃん、あんたは前にヤムヤムをいじめた悪い子だね。あれから根性は治った。お姉ちゃん、魚釣りができるって本当。話聞かねえこいつ。無視かよ、全然懲りてなさそう。ねえ、本当？できるけど、どうしたんだよ急に。
俺アーバって言うんだ、俺魚が欲しいんだ。どういうこと？魚？やれやれ、今度はお魚さんを、違う、ヤムヤムと仲直りしたいんだな。分かったよ、ちょっと待ってな、後でね、待ってて、いろいろと他のやつ回収してくるから。さて今度はイルダさん、サラ、まあ、とりあえずイルダさんから聞いていくか。ねえ CJ、 今雪山の方にも行ってるって本当？うん、ちょっと寒いけどなんとかやってるよ。ちょっとで済むなんてすごいな。あの山には以前魔導士が住んでいたらしいのよ。その魔導士の杖が残っているという噂があるの。もし見つけたら持ってきてくれないかしら。魔導士の杖だね、見つけたら持ってくれよ。任せて任せて。サラさんは？ねえあなた、この辺りに魔導士にちょうどいい猫っていないかしら。どういうことだろう。魔導士にちょうどいい猫って何？あんた誰？私はルンやイルダの娘サラ、見習い魔導士よ。へえ、魔導士にちょうどいい猫といえばやっぱり黒猫かしら。そうなの？なんで？なぜかしら、なんとなくね。まあいいや、黒猫だね、探してみるよ。ほう、黒猫？あー、町外れにいるみたいだね。まあ、ちょっと他のやつ回収してからにするか。ちょっと待っててね。ホーガン、お前もか。なんだい？やあ CJ、 ホーガン、商売は順調？順調さ、品物が増えすぎて倉庫が足りないくらいだよ。なら倉庫を大きくするための資材がいるんじゃない？優しいな。いるいる、資材をたくさん持ってきてくれないかな。地震にも負けない頑丈なやつがいいな。いいよ、任せといて。達成できちゃうね。重い石材いっぱい持ってるんだよな。オッケーオッケー、ありがとう、これで倉庫を大きくできるよ。さあスタンプを押させてくれよ。よろしくお願いします。あー、金も入った、ありがてー。装備もパワーアップできるわこれで。はいはいはい、カンカンカン、聞こう聞こう聞こうの。お疲れ様。いや絶対タータラの後ろで家事の仕事してた人だって今の人。今回の工事は完了。メニュー増えた。2000ばっかりありがとうございます。武器性に50、地味レベルアップありがとう。でラビニア、ちょっとあなたいいかしら。雇いの住人さんだっけ。いいよ。そうなんだ、全然知らなかった。あなたは私を知らないの？私は人気旅行記作家のラビニア。私の旅行記は大陸上のベストセラー。紹介した街には旅人が殺到するの。そうなんだ。私の旅行記のポイントは何といっても人。人が街を作り、街の魅力の源は人。いい街にいい人ありよ。それは CJ のことだな。だから私の旅行記は引き立つような名物の住人を探してきてくれない？なるほど、そういうことか。わかった、待ってて。いや、目の前にさ、スタンプジャンキーがいるんだけど、私じゃダメかい？ダメみたいですね。じゃあ次行きましょうか。はーい、次、プリアちゃんだね、プリアちゃん。町の名物住人？そう、町で一番いい人知ってるかな？それならお父さんがいいよ。お父さんは採掘場の稼ぎ頭なんだよ。なるほど、確かに。お父さんが本に載ったら、私絶対読むよ。おお、アユスとベーダか。はあ、はあははあ、いたずら猫。なるほどね、なるほどね。よしよし、回収しに行こう。ん、あ、ガネスさん、もしかしてお父さんか。俺が名物住人だって、とんでもない。俺なんかより俺の親父だろう。なんといってもニューネバーの長老だ。なるほど、芝じいさんか。時計塔の人か。ちょっとさらに奥行っておこう。ああ、ベーダー、あなたか。ノー、あんた、この辺りで猫を見かけんかったか？どうしたの？わしはベーダーというもんじゃが、いたずら者の猫を探しておる。ひょっとして、プリアのヤムヤム？違う違う、飼い主のおらん野良猫じゃ。わしの昼飯を盗んでいきおった。別の猫か。それじゃちょっと探してみるよ。というわけか。ほう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 、あっちの方にいんのね。オッケー、行くか。あ、アユスさん、アユスさん、作物は育ってる？あんたのおかげでたんと育ってら。
そろそろ添え木や柵が足りなくなって材料を集めなきゃなんねえんだけどもな。何しろ森は危険だべ。どうすっかって思ってたところさ。添え木や柵の材料だねと言ってくるよということで、もう持ってるんですね。使ってくれい。待ってたべ、こりゃいい材料だ。俺のスタンプだべさ。待ってけろ。ああ、あったあった。ほい、ゲット。バッチリだね。はいはい、トントントン、ギコギコギコの、お疲れ様。おお、明らかに建物ができてる。完了。メニュー増えた。1500ばっか。1000。ありがとうございます。で、この辺に多分猫もいるはず。あ、いないか。あれ？猫いるかと思ったんだけど、いないね。とりあえず猫、魔女、あ、いるじゃん。しっかりいるやん。お前だろ、じいさんのやつ。よし、捕まえた。きっとこいつだな。でも、こんな可愛い猫、あのじいさんの怒りに触れて大丈夫かな？ダメじゃないかな。あと、芝じいさんに声をかけて、から戻ろうか。芝じいさん、あんただよ。旅行機だと？ならんならん。よそ者横丁だけでも頭痛の種だというのに、旅行客が殺到するなど我慢できるか。そう言うと思った。仕方ない。一度報告に戻るか。芝じいさんさ、時計といつになったら修理すんの？修理する気ないだろ。あ、黒猫もおった。よし、いるもんだな、黒猫。これで今ね、手元に猫が2匹いる状態になってしまったよ。とりあえず1匹ずつ片付けていこう。じいさん、連れてきたぞ、こいつだろ。捕まえてきたよ、こいつでしょ。うむ、間違いない。こいつがわしの昼飯を奪ったんじゃ。そのことだけど、こんな可愛い猫ちゃんをあまり責めないで。責めやせんわい。あ、飼うのか、もしかして。ただ腹が減っとるなら横取りなんかじゃなく、きちんと飯を食わせたいだけじゃ。え、さあお客さんの分も用意して昼飯をやり直そうかの。めっちゃいいおじいさんじゃ。いいじいさんやな、お前。芝さんに爪の赤を煎じて飲ませてやりたいわ。オッケー、バッチリ。じゃあ戻りましょうか。さあ戻ってきたわ。よそ者横丁2番街。違う、よこそよそ者魔道街ですね。サラ、猫だよ。うん、やっぱりこれよ。ありがとう。なんかこれでまた一歩魔道士として成長した気がする。スタンプっすね。多分気のせいだと思うよ。オッケー、オッケー、よし。で、この奥だ。あとは旅行機のことをあの人に教えてやればオッケーだね。ラビニア、話聞いてきたけどちょっといないわ。というわけでなかなか協力してくれる人が見つからなくてね。いいえ、とてもいい名物住人がいたわ。え、今話したみんな協力できないって。私、聞いて回るあなたにこっそりついてみた。町のためにひたむきに頑張るあなたの姿、それこそが私の求める人よ。え、私がスタンプを押してしまえばあなたは私の取材を断れないはずよ。あと1個でゴールドが終わるね。スタンプカード溜まっちゃうぞこれ。よし、じゃあ雪山行こうぜ。とりあえず雪山行かないと、あの、いろいろと必要なアイテムも拾えないかね。魔導士の杖と罠か。魚釣りはまあ後回しでいいや。あ、なんか人いっぱいいる。え、あ、どういうことこれ。そろそろお宝が溜まってきたんじゃないか。魔物の化石とか古代のガラクタたりは高値で売れるらしいぞ。すごい人いっぱいいる。とりあえず行ってないところ、この辺りは大丈夫。ファーストトラベルしようか。大回路とかこの辺もそうだよな。行ってないとこあると思うんだよね。とりあえずこの先、そうそうそう、行ってないところがあるから大回路進んでいって、大回路もいろいろといじってみるか。あ、行けるね。今いる場所ここですね。じゃあぶち壊して、イシャちゃん、ありがとう。あー、先続いてるね。エメラルド入手ありがとうございます。さあ先行っちゃおうか。じゃあ、いや全然物語を進めるどころか
寄り道ばっかりだわ。ファストトラベル、ここどこなんだ。釣り場か。あー、ここにも釣り場があるんだ。なるほど、一匹だけちょっと魚釣ってくるか。あ、ここもいける。はい、ぶち壊して、でここですね、今いる場所が一番右側の方ですね。下のルート、これ開拓新規にできるわけじゃないや。ルーのかけらか。あ、これだけか。よいしょ。オッケー。んー、じゃあ遺跡もだいぶこれで投下率。あれ ?94%。この先行けんの?違うな。なんか違うルートがあるな。この先か。上戻って、どっか行けるんだ。忘れちゃった。あああったわ。あったあった。赤いの。なるほど。オッケーオッケーオッケー。そしたら、ここに用はね。ここに用はね。先進んで雪山ちょっと潜りに行こうかなと。ということで、スノーウルフの崖というところに来てます。で、今、びっくりマークが出てるところあると思うんですけど、あそこに、伝説の、なんだっけ、伝説の罠、これがあるっていうことで、これを探しに行きたいと思います。次、魔導士の杖、これも雪山にあるっていうんだけど、あー、なるほどね。オッケー、まあ、取りに行こう。どっちも取っちゃおう。どっちも取っちゃおう。この先に、敵がいる、強敵がいるから、戦わない。あ、こいつが持ってる。お前、伝説の罠持ってるだろ。あいつ持ってるぞ。くれ!伝説もよこせ。パワフルだな。5話目。ほら、あれ、今罠もらったな。よしよし、オッケー。じゃあ罠を回収したから、よいしょ、オッケー。勝てよお前。ふう、よしよし。んで、ついでにこの上の行けてないところあるんで、この空間の上の方のね、行けてない通路に行きたいと思います。よしよ、あっ、危ない危ない危ない。あー、これいけないやつか。オッケーオッケー。ではよいしょ、オッケーオッケー。それでは戻りましょう。戻りましょうじゃないです。次は杖を手に入れに行きますんで、またファストトラベルでね、飛びたいと思います。さて、この隣のところに魔導士の杖があるみたいなんで、回収していきましょう。あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。ちょっと、厄介なやつがいるな。よいしょ。よいしょ。オッケー。ふぅ。よし、これで魔導士の杖もゲットと。オッケー、じゃあ街へ戻って、数々のね、やつを渡してきて終わりにしましょう。結局雪山進められんかったな。さあ、取ってきたぞ。これが合掌毛でしょ。見つけてきたよ。これや、これやがな。こいつを研究して伝説の罠を作るで。それからその技術を応用して伝説の釣り竿、伝説の釣り橋も作るんや。そこまで応用できるかな。気持ちをスタンプをさせてもらうで。できてしまう、できてしまうのだ。これ町発展だぞ。はいはい、家が町の音楽変わるんじゃない。道具屋の工事が完了した。道具屋のメニューが増えた。ほら、スタンプカードがさ、いっぱいになってるから。霜降り獣肉、へえ、霜降っとるわ。激戦来たぞ。おお、町の噂を聞きつけ、住民の移住や店舗オープンの要望が増えました。リンクアタック回数は4回。おお、プラチナム。すごいわ。めちゃくちゃ発展しとる。あ、釣り竿レベルに変えるね。いや、でも、この辺高いね、やっぱりね。斧、斧。はいはいはい。全部手に入るけど、
分って感じか。とりあえず釣り竿レベル2にしとこう。金がない金がない。よし、あとは魔法の杖を渡してくると。待たせたな。これが欲しいんだろ。魔導士の杖を見つけたけど、これかな。これよ、この杖だわ。ありがとう、スタンプを押すわね。よし、完璧、レベルアップ。ルーヤのメニューが増えた。これよりレベル2を入手した。1500ばっか。金が足りないんだよな、金が金が足りない。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回こそ奥のね、雪山の奥の遺跡を探索していきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけでここまで語りは私コンイでお送りいたしました。次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いします。それではまた次回まで、さよなら、バイバーイ。